がんの中でも膵臓がんは治療が難しく死亡率が高いがんと言われています。今回は膵臓がんです。膵臓は体のちょうど真ん中あたりにあり、胃の背中側の方に存在します。大きさは約15センチぐらいの、ちょうどひらがなのへの字のような形をした臓器になります。膵臓は大きく分けて2つの、作用があります。1つは内分泌機能、もう1つが外分泌機能になります。内分泌機能はインスリンというような糖の代謝などに関わるホルモンを出す、作用が内分泌機能になります。もう一つの外分泌機能とは、食べたものを消化する際に消化を促進させるために必要な消化液を分泌する作用があります。膵臓がんは、外科的な治療が一番の、完全な治癒を目指す治療になりますが、その適応がとても難しく、小さながんであっても容易に転移であったり血管への浸潤をきたすために手術治療が難しく、そのため死亡率が高い状況になっているがんです。膵臓がんはその原因についてははっきりと分かったものはありません。ただその危険因子としてはお酒、タバコ、あるいは糖尿病や慢性膵炎といったものが大きく関与していると言われています。そのため生活習慣が膵臓がんには大きく関与しているものと考えられています。発がん性物質を多く含むタバコや大量の飲酒は膵臓への負担がかかりやすく、膵臓がんの危険因子になります。また肥満となるような高脂肪食など偏った食事をしている人は膵臓がんの発症リスクを高めます。膵臓がんはまず血液検査を行い、膵臓の値であるアミラーゼの異常や腫瘍マーカーの異常がある場合、超音波検査、CT、MRI、PET などで精密検査を受けます。40歳代から膵臓がんには注意を要しますが、一番多いのは60代から70代の方に多く認められますので、そういった世代の方は十分注意する必要があると思われます。膵臓がんの自覚症状です。腹痛や腰痛が続く場合や黄疸、糖尿病が発症または悪化など症状が現れたときは膵臓がんの可能性があります。すぐに消化器内科を受診しましょう。膵臓がんはその進行度によって大きく治療法が異なります。一つは外科的な手術、その他のものとしては化学療法、あるいは化学療法と放射線療法を組み合わせた放射線化学療法などがあります。膵臓がんの予防ですが、一つはタバコを吸わない、二つ目としては肥満にならない、三つ目としてはお酒を過剰に摂りすぎない、こういったことが膵臓がんの予防にとても重要になります。それと同時に定期的に検診などの検査を受け、早期に発見治療していくことがとても重要になります。膵臓がん生活習慣チェックをしてみましょう。お酒が好きだ、タバコを毎日吸っている、脂っこいものや肉が好きだ、野菜や果物をあまり食べない、急激に5キロ以上体重が落ちた、当てはまる項目がある人は必ず検査を受けましょう。